プレッシャーに黒川奪った、さあ大宮チャンス、黒川キーパーかわす、ゴールは無人だ、黒川決めた、先制大宮、36分ホームチーム先制です。そうですね、これも横パスマウロへのプレッシャーをこう黒川かけて、彼立ち上がりからこうハイプレスかけてましたけど、このキーパーが出てきたところなんかも、左に切り返すかなとも一瞬思いましたけど、ここで相手とタイミング間合いを測って緩急つけて抜き去ったところ、キーパーを非常にやっぱりこう、起こるべくして起こった現象かなと、彼の今日のパフォーマンスから見ますとね、はい、非常に黒川らしいって言いますかね、大宮らしいサッカーで黒川をゴール決めてくれましたね。